砂の塔、知りすぎた隣人、ハーメルン事件捜査報告書っていうのが公式サイトにあるんだけど、4人目の被害者、前田千秋ちゃん3歳、考察1、犯人は被害者の家庭環境、母親の行動、生活習慣などに精通している。それは相手をよく知る人物か、もしくは監視しているからではないか。2、連れ去りに関して処罰対象を母親に絞っていることから、子供に恵まれなかったなど、満たされない母性への欲求を持つ裏返しのようにも感じられる。3、犯行の行われたエリアのタワーマンションの住人たちはお互いを意識し合っていることから、よそ者が入り込めば見過ごされるはずもないため、犯人は身近な人間であることが考えられる。しかし、行動を起こせば目につくため、共犯者の存在も捨てきれない。4、千秋ちゃんはボールを持っていたことから、内緒のお友達とボール遊びをしに行こうとしていた。その言い回し、ボールで遊ぶという行動から、内緒のお友達は未成年という線も浮上。うん。ということで、いかにも誘拐犯は、菅野美穂扮する高野秋の長男、佐野隼人演じる高野和樹15歳って感じなんだけど、まあ案の定それはミスリードで、ひょっとしたら松島奈々子扮する佐々木由美子でさえ真犯人ではないっていう掟破りのオチが待ってるかもね。うん、それにしてもまあ主人公の秋も同情の余地はあるんだけど、自分が娘から目を離しておいて他人のせいにしてたり、自ら誤解を生む行動を招いたりと自業自得とさえ思ってしまう。うん、まあね、久々連ドラ主演の菅野美穂は相変わらず健在ぶりを見せてくれているんだけど、まあだから余計にもっと感情移入できる人物像を描いてほしいというかね。うん、ちなみに菅野美穂自身は今回の役どころに関して公式サイトのインタビューで、私の演じる秋には子供が2人いますが、今実際に私にも子供がいるからこそ共感できるので、いいタイミングでお話をいただいたなと思っています。撮影現場では塚原あゆ子監督がすごく頼りになる方で、全体をぐいぐい引っ張ってくださっています。役を作っていくというよりは自分と似たところを探し、そこを膨らましていくのが大事なのかと思っているのですが、監督とどこか似ているところがあるなぁと思って、自分で台本を読んでいた時以上に現場で監督から秋の要素をもらっている気がします。ところでタワーマンションでのお付き合いについては、地獄のランチとか強制ハロウィンとか台本で読んでいてすごいなと思っていたんですけど、芝居をすると直に感じますね。監督から実際取材した時の感じに近いですよと言われたりすると驚きます。実際自分の身に降りかかったら嫌ですが、ドラマの中では面白いですよね。特にボスママのひろこさんが強烈ですが、クランクイン初日からビシバシ来てました。第2話でお料理をひっくり返されましたが、ドキドキと葛藤と砂を噛むような気持ちと、でも子供の前だからちゃんとしなきゃと本当に涙が出そうだったんです。でもその後のお掃除してくださる？なんだったら時給をお支払いしてもいいわよというセリフを聞いて、それまで悲しかったのにちょっと面白くなってしまったりして、ひろこさんのセリフは全体的に大好きです。物を知らなくてもいいのは若い時だけよとか言われてしまうと、そうですよねとうなずいてしまいます。とにかくシリアスなところと子供たちの笑顔でいるシーンとの対比というか、それぞれ独立したものが合わさって新しいものになる、そういうドラマになったらいいなと思っていますし、なると確信しています。
そして真実の家族愛が丁寧に描かれていきますので、次回をワクワクしながら待つ連続ドラマの醍醐味を楽しんでいただければと思います。ふん、ということで、とにもかくにも砂の塔知りすぎた隣人、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。